皆様こんにちは、当麻社会保険労務所法人の武田でございます。今回は8月27日に行われたマイナンバー取扱者のための実務法律丸分かりセミナーの内容を10分程度にギュッと圧縮してお届けいたします。それではご覧ください。情報漏洩の原因と企業のリスクについてです。こちらの円グラフなんですけれども、 NPO 法人の日本ネットワークセキュリティ協会が発表している調査報告書になります。ご覧いただいて分かる通り、情報漏洩の報告が上がっているのは第1位に公務、2位に教育学習支援業、3位に情報通信業といった形で、もともと個人情報を取り扱うことが多い業種の方々が挙げられるんですけれども、左側見ていただくと分かる通り、もう医師、福祉、電気、ガスでしたりとか、さまざまな業種の方たちが少なからず上がっておりますということなので、ほぼ全ての業種においてこういった情報漏洩っていうのは日常的に発生してしまっているということが言えます。また原因は何なのかと言いますと、1番に紛失置き忘れでしたり、2番目に誤操作があったり、3つ目に不正のアクセスがあったりします。これは何かというと、結論的には人的ミスというところは大きな原因になっております。システムの障害があったりとかっていうところではなくて、管理の漏れであったりする人的な部分が大きな要因となっています。こういった情報漏洩の原因でしたりとか、職種は様々あるといったお話だったんですけれども、万が一情報漏洩が起きた場合、企業にはどのようなリスクがあるのだろうかというところを触れさせていただきます。まず信用の失墜、皆様もイメージおありかと思いますが、大きな企業であれば社会的信用は失墜いたします。その結果、新規の取引先でしたりとか、現在の取引先の方でもそういった取引やり取りを停止させられてしまったり、企業のイメージ低下によって人が集まらなかったり、優秀な社員の方が離職してしまうような問題が発生する可能性がございます。2つ目に番号法違反による罰則の適用。マイナンバー法は罰則が通常の個人情報保護法の4倍と言われるほどの懲役または罰金といった刑事罰が科せられる可能性もございます。3つ目に損害賠償請求。情報漏洩の被害者から損害賠償が請求される可能性もございます。ポイントとして最後まとめさせていただいているのが、こういったことが起きないためにガイドラインに従った安全管理措置を講じることが重要であると言えます。次にマイナンバー制度とはというところで触れさせていただきます。マイナンバー制度とは、住民票を有する全員に1人1番号、お一人に対して1つのマイナンバーが生涯不変、割り当てられるものです。このマイナンバーをキーとして複数の機関が管理している個人の情報が同一の情報であることの確認が行えるようにする社会基盤、インフラであると言えます。この個人番号と法人番号ですが、2015年10月に私たちを一人一人住民に対してと会社様、法人に対して付番された番号が通知されました。ちょっと戻るんですけれども、住民票を有する全員にということなので、外国人の方も含まれます。マイナンバーの目的とはというところで、イラストの方をご覧いただければと思います。一つ目が国民の利便性の向上、二つ目に行政の効率化、3つ目に公平公正な社会の実現、この3つを目的としてマイナ個人番号は付番されました。1つ目の社会保障関係の各種申請の書類の添付が減りますっていうところは、あまり個人個人では実感がないかと思うんですけれども、年金を受け取る時でしたりと、亡くなった方がいた時の遺族の方のお手続きの時にマイナンバーがあると添付書類が減ったりします。2つ目の行政の効率化、ここが一番大重きがあるのかなと思うんですけれども、今回だとコロナの影響で特別給付金でしたりとかは、マイナンバーカードを持っている方、オンラインで申請ができたりしました。もう一つ、災害時の行政支援にマイナンバーも活用されたりしています。最後3つ目の公平公正な社会の実現、こちらは適正公平な課税を実現するというところで、イメージとしては1月に給与支払い報告書を会社様は提出されるかと思います。これは住民税を課税するための書類になるんですけれども、マイナンバーが記載した上で提出しますので、複数で働かれている方たちに対して住民税をきちんと課税するというところの意味合いもございます。
一方で年金などの社会保障を確実に給付します。未払いであったりとか不正受給というところをマイナンバーで照会をかけることで防いでいくという意味合いがございます。ではこういったマイナンバーどのように管理されているのかというところなんですけれども、イメージとしてはこういった形で共通のデータベースが一つあって、各市区町村であったりハローワークや健康保険組合がアクセスしているのではないかというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。これは×で、分散管理をしています。そのためそれぞれの市区町村、都道府県、健康保険組合といった形で各機関がそれぞれのマイナンバーを管理するシステムを有していて、その中から保持しているものを照会をかけてお互いに情報提供していくという形をとっています。で、押さえておいていただきたいのは、一元管理されているわけではなくて分散管理をされているんだなということです。実務担当者の方は社会保険のお手続きされるときにお気づきになる方もいらっしゃるかと思いますが、健康保険組合や日本年金機構、ハローワーク、ご入社の方がいらっしゃったとき、それぞれに対して資格取得届とマイナンバーセットで提出されているかと思います。それはこの分散管理をされているためです。管理状況が分かったところで言葉の整理です。利用事務と関係事務についてです。個人番号を取り扱う事務実施者についてマイナンバー法では大きく2種類に分類されています。それがこの個人番号関係事務実施者と個人番号利用事務実施者です。何が違うのかと言いますと、赤文字の部分ですね、関係事務実施者の方は主に民間企業の方が該当します。個人番号を利用した事務を行う際に補助的に他人の他の方の、従業員の方の個人番号を記載して資格取得届だったりとかっていう処理事務を行う方を指します。一方で利用事務実施者、こちらの方たちは主に行政機関が該当します。民間企業の方でも独立した健康保険組合が有されていたりとかっていう場合は、こちらの民間企業の健康保険組合の方は該当することもございますが、一般的には、事務を行って届け出を受け手側がこの利用事務実施者に該当します。個人情報保護法と番号法の関係についてです。まずこの個人情報保護法はちょっと置いといて、番号法についてなんですけれども、マイナンバー法だとかっていう言い回しはそれぞれあるんですが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用事務に関する法律という長ったらしい名前が、今回この番号法というのはございます。一般的に省略されますので、こちらのレジュメの中では番号法と記載させていただいています。一つ目のこの個人情報保護法ですが、いわゆる一般法にあたります。個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための法律を指しています。一方で今触れました番号法、こちらは押さえておいていただきたいのは後半部分、特定個人情報などの取り扱いについて個人情報保護法の特例を定めるための法律ということです。なのでこの特例の部分にアンダーラインを引いておいていただければと思います。まとめますと、マイナンバーや特定個人情報の取り扱いについて個人情報保護法の特例を定めているのが番号法です。そのため一般法であるこの個人情報保護法よりも厳格な規制が規定されています。例えばなんですけれども、番号法に個人情報保護法と異なる規定があった場合はどうなるのかと言いますと、当然に特別法であるこの番号法が優先されて、番号法に記載されている規定が適用となります。それ以外、上記以外で特に番号法に定めがない場合であれば、一般法である個人情報保護法の規定が適用されるということになります。次に進みます。個人情報と特定個人情報、今少し当たり前のように使ってしまったんですけれども、言葉の整理です。マイナンバーそのもの、12桁の番号があったとすると、これは個人情報に該当します。じゃあ特定個人情報とは何なのかと言いますと、マイナンバーを含む個人情報を言います。例えば私、武田真澄なんですけれども、その氏名とマイナンバーの番号12桁があったとする、それをそれぞれが一緒になっている状態になると特定個人情報を指すこととなります。イメージとしてはこちらの太枠をイラストの方を見ていただければなと思います。まず個人情報があって、さらにマイナンバーと、
何かその方を特定する氏名、生年月日、ご住所だったりがマイナンバーとセットになった時に特定個人情報を指します。こういった漏洩事案っていうのはいつ起こるか分かりません。この事案を起こさないために重要なことっていうのは適切な規定の整備、そして適切な実施運用が実際にされているっていうこと、規定通りなのか、もしくは規定があるけれども規定がただ存在しているだけで実際の実施とはそぐわないのであれば、定期的な規定の見直しっていうのが必要になってくると思います。また体制及び手順の整備っていうところで、体制や手順の整備としては複雑になりすぎると人の手が介入するので絶対にうまくいかないことがあると思います。現場レベルで捉えた手順の遵守っていうのがされなくなってしまう恐れがありますので、効率的な手順の整備っていうのを会社様ごとで、規模だったりとか取り扱う事務の範囲っていうのは異なるかと思います。弊社の方にご相談いただいて、どういった形でやっていくのが適切なんだろうかっていうところもご案内できればなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。当麻社会保険労務士法人では今後も人事総務の皆様への情報発信を随時行ってまいります。ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。